今回は信頼の文化について扱いたいと思います。まずイエズス会の宣教師たちの活動ということでまとめてあります。イエズス会はまだ詳しくやってないんですけれども、宗教改革の時にカトリックの力を復活させようとして積極的に海外布教を行った勢力です。フランシスコ・ザビエルが有名だというふうに思います。イエズス会の宣教師たちは明の時代にも、ね、もう名前やった、マテオ・リッチやアダム・シャール、などが、やってきていたわけですけれども、真の時代になってということで、ちょっとまとめてあります。まず最初に、ブーベ、というフランス人の、宣教師ですね。これが、作った、紅葉全乱図、紅葉全乱図です。明の時代のマテオ・リッチ、が作った紺魚万国全図というのがありましたけれども、あれとちょっと間違いやすいんですけれども、全く違います。マテオ・リッチの紺魚万国全図は世界地図、不正確であるけれども、世界のイメージを作った世界地図でしたけれども、この、ブーベの、紅葉全乱図は、実は、中国の、初めての実測図です。実際に、測量して、作った、正確な地図ということになります。中国の初の全土実測図です。残念ながら、原本は失われていますけれども、それを参考にして作った地図が、テキストにもねちょっとありますけれども、残っています。非常に正確なものとして知られています。それから2番目、フェルピストですけれども、彼は、清朝に天文学を紹介した人物ですけれども、金天観という、中国の天文台ですね、その天文台の館長に、任命されています。で、それは、中国の正式な役職です。元の時代など、その政府王朝の時代を除いて、漢民族の王朝で、こういう外国の、人間が、役人に任命されるっていうのは初めての例、西洋人については初めての例というふうなことになるでしょう。それから、大砲の鋳造技術を伝えたことでも知られていて、その技術によって作られた大砲が、三藩の乱ですね、御三家などが起こした三藩の乱の鎮圧に当てられたということも知られています。フェルビーストですね。それから、3人目に紹介しておくのがカスティリオーネ。カスティリオーネです。このカスティリオーネは、かなり長く中国で活動しますが、後期帝の時代にやってきて乾隆帝の時代まで、使えています。でカスティリオーネで、が伝えた技術として有名なのはやはり、西洋絵画の技法です。後で言いますけれども、中国の今までの伝統的な絵画に、西洋風の技術を、組み込んだそういう絵を、描いています。それからもう一つの分野は建築分野です。有名なものが現在は廃墟となっていますが延命園という離宮ですね、これが知られています。設計、建築ですかね。この延命園は、アロー戦争、また後でやりますが1856年から始まったアロー戦争によって、列強の手によってね、消失しているということが知られています。ちょっと後で、これまた画像を見ましょう。そのカスティリオーネが描いた絵としてよく知られているのが、この乾隆帝、を描いた、図、絵ということになるでしょう。義士用の鎧甲冑を着た乾隆帝、が馬にまたがっている、有名な絵なんですけれども、背景、がちょっとこう中国風ですけれども、乾隆帝やそれから馬ですよね、これが非常に写実的に、描かれているのがよくわかります。カスティリオーネは動物を写実的に描くのがどうやら得意だったようです。馬も他にも、いくつも描いていますし、それから、こんな形でですね、犬も描いています。これは乾隆帝に、献上された、犬、10匹の種類の違った犬を、それぞれ描いた、絵のうちの2枚なんですけれども、どうでしょうか。
ね、あの犬は我々にでも普通に写実的に描かれてますよね。それから植物なども、比較的に写実的に描かれていますが、ちょっと背景はなんか山水画っぽく、見えますよね。まあ、こういう形で、西洋絵画の技法と中国絵画の技法が融合しているのが、まあ、カスティリョネの絵の特徴なんでしょうね。こちらの絵のチベット犬ですよね、非常に特徴的なんですけどね。それから、建築の分野で、延命園というのを紹介しましたが、これが、まあ、現在の延命園の廃墟です、ね。まあ、公園になっているようですが、もう一度建て直す、再建するということではなくて、列強の侵略のその姿を、まあ、後世に記録として残すということで、そのままの形で、残されているということで知られています。まあ、3人イエズス会の宣教師を紹介しました。その、宣教師たちが中国にやってきて、もちろんいろんな技術を、中国に伝えるんですけれども、もちろんそれは、布教がメインですから、まあ、そういう伝えて布教をしやすい便宜を図ってくれっていうようなことだったんですよね。まあ、しかしその布教活動が実はある問題を引き起こしてしまいます。中国清朝でね、この時代に起こったキリスト教の布教に関する、まあ、摩擦といいますか、国際問題、これを天霊問題と言います。まあ、具体的にどういうことかといいますと、中国にやってきていたイエズス会士たちは、カトリックを、まあ、できるだけ早く広めたいということで、そのある程度こう融通の効いたというか柔軟な、その布教を行うんですね。どういうことかというと、イエズス会は中国人に対して布教するときに、それまで中国人が行っていたさまざまな宗教的な儀礼ですよね。例えば、孔子を神様として祀るだとか、それから自分のご先祖様を、神様のようにこう祀る、祖先の霊の祭祀ですよね。祖先の祭祀、まあ、こういうものを普通に行っていたわけですけれども、これを今まで通りキリスト教に改宗してもやってもいいと、そういう、まあ、条件という変ですけれども、そういうことで布教を進めていきます。つまり、まあ、イエズス会士の、まあ、勧めで、キリスト教徒になったものも今まで通り、まあ、孔子の崇拝や祖先の祭祀などに参加をしてもいいですよ。そういう方針でイエズス会士たちは、布教を行います。まあ、彼にとってみればこれは宗教ではなくて習慣であるというふうなことだったんでしょうね。しかし、そういう布教方針に対して、まあ、イエズス会よりも早くからこれは中世ヨーロッパでやりましたけども、托鉢修道会なんていわれるフランチェスコ派、ドミニコ派、こういう修道会士、たち、が中国にやってきて、これがおかしいじゃないかということで批判をします。まあ、確かにそのキリスト教の本筋から言えば、これはおかしいことですよね。で、教皇に、イエズス会は中国でちょっとおかしな布教をやってるということで訴えます。でその訴えを受けて、ローマ教皇はイエズス会に対して布教禁止、という対応を、行います。でこれに対して中国側は、中国のことなんだからそんなことを言われる筋合いはないということで、後期帝の時代ですね、まず後期帝の時代にイエズス会以外の中国における布教を禁止します。そして次の養生帝の時代には、こういう原因を作ったのが、まあ、キリスト教の布教にあるということであるならばということで、キリスト教の布教は全面禁止、そう養生帝の時代には全面禁止に至ります。まあ、こういう問題に発展してしまった、この全体像を、まあ、天霊問題と